どうも、プロタンです。そして山下です。だからさ、何この入り方、ここに来ると山下君今日の企画は、またすごいものをやりますよ。はい、山下君、前メントスコーラやったの覚えてる？ああ、あれですね。あのコーラを口に含んでメントスをやるとブワーって吐き出すってやつ。でもずっと前から言いたいことがあって、今日もコーラでコメントでなんかペプシだと弱いらしくて、今日はこのコカ・コーラにしました。コカ・コーラ、うん、ペプシじゃない。そしてメントス持ってきました。で、俺結構前から気になったんだけど、こちらジップロック、この中にコーラを入れてメントス入れたらどうなるのかなと思って。ジップロックって強力でしょ、これ当然の強力です、ね、かなり、はい、そうですね、真空状態、真空状態にして、はい、真空状態の中でメントスコーラやったらさ、どうなんだろうみたいな、ああ気になるでしょ。気になりますね。ちょっとそれをやってみようと思います、はい、山下くんの家でA、これ破裂したらどうなんですか、ね、それどうもプロズキッチンへようこそ。今日はですね、はい、今日はですね言ったかバカか俺このジップロック、はい、これに、はい、しかもちょうどこのジッパーのやつ持ってきたから、すぐ閉じれるように万全です。万全ですよ、はい。じゃあまずこれにコーラを入れていきたいと思います、はい、あ、先にコーラ入れちゃうんですね。そうだね、あ、そうだね、うん、はい、いいですね。ジュージュー言ってますか。ジュージュー言ってますね、はい、うおー、これ来てるよ、来てるよ。絶対入れました。コカ・コーラ全部入れた。コカ・コーラ全部入れましたね。おお。そして 500ml 全部入れました。はい。そしてはい、こんな中に、はい、メントスをね、はい、入れちゃおう。やっぱじゃあ全部いくかこの際だからじゃあマジで、マジで、いや破裂がさ微妙だったらすげえ嫌じゃん。確かにね。シューンなんて言ってさ買ってきた意味ないから、本当にせっかくさ動画撮ってんだからさ120% の力でいきたいじゃん。そうですね。よしよし、じゃあいきます。はい、いい、はい、ほんといいね。シュイーって言ってたよね。パンパンです、すごい。ほらパンパンです。終わり。おお、あ、本当？すごいですね、メントスさんが。おー、もうやだもん、こういうの。しかもなんか全部入れてねえし。焦っちゃったな。おー、じゃあ開けてみましょう、一回。開けてみましょう、はい。運命の。はい。普通なんですね。ちょっと待ってくれよ、なってくれよ、お前。なってくれよ、そこはマジで。せめて。なんで最初から最後までなんかもうそういう路線なの。最後、ジュワンって言ってほしかったね、よければ。言ってほしかった。言ってほしかった。
あ、飲んでみよう。おあ、炭酸なくなってる。